9日前橋市で、乗用車が対向車線にはみして自転車2台に衝突し、乗っていた子、生2人が重体になっている事故で、車を殺していた85歳の男は、これまでにも、どか事故を起こしていたとして、家族か、運転しないよう注意されていたことがわかりました。警察は当時の体調に問題がなったかなど調べています。9日午前、時半ごろ、前橋市北大田町の道で乗用が対向車線にはみ出し、路側を走ってた自転車に衝突した後住宅、塀にぶつり、さらに別の自転車にも衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた前市、前橋高校の16歳と18歳の女子生が、意識不明への重体になっているという子です。この事故で、乗用車を運転し、過失運転傷害の疑いで逮捕された前市、川端清翔容疑者、85は、家族に、リスと、これまでにも何度か事故を多、していて、運転しないよう家族が繰り返、注意していたことがわかりました。さや、族によりますと、川端容疑者がさ、10、運転免許の更新で認知機能の検本を受けた際には、認知症の恐れがある、は判定されず、医師の診断は義務付けらなかったということです。これまで、町で現場にはブレーキをかけた後は、区、調べに対し、気がついたら事故を多していたと供述しているということで、警察は当時の体調に問題がなかったかな、詳しく調べています。現場近くに、男性、鉄骨落ちるような、がした、こと、現場近くに住む71歳の、精鋭は、鉄骨が、散るようなすごい音がし、外に出ました。事故を起こした人は、車の中に座っていて、うぜんとした表情でした。道路には女の子、人が倒れていて、自転車もぐちゃぐちゃ、したと話していました。同じく現、近くに住む78歳の女性は、道路には、箇所なのか仮眠が散乱して今、倒れ、いる人には毛布がかけられて、周り、